チンピラーという曲をリクエストいただいたので解説していきます。ね、今日もちょっと飲んでます。まあ、これから平日はいつも飲んだ後に撮影みたいになるんやと思うんですけど、曲もね、昔みたいに1日1曲というのが挙げれなくて、もう仕事の都合で、まあ2日に1遍とか3日に1遍になると思います。ちょっとリクエストいただいてる方はかなり遅くなるんで、ご了承くださいということで、まず、頭、これがイントロなんですけど、これが、まあ、あの B フラットなんで、 A フラットだったらベース音も入れれるんですけど、 B フラットなんで一応省略コードで2弦3弦4弦の3フレットを押さえてバレーして、で2弦だけ3463でいきます。こういう感じ。これもまあこんな感じでやります。ちょっとクリーンでやります。これでそこからオクターブ奏法で、こんな感じのやつが入っていきます。これがまあ5弦の1と4弦の3、あ、3弦の3やねを合わせて、これを1音先3と5へ行ってまた戻るみたいな、こういうのが入ってきます。で、っていうのが入って、こういうのが入って、まず5弦の1の1で、6弦3で5弦0が入って、こっからギターソロが、こういうのが入ります。これまあまず5弦13で5弦54弦345で53、5弦の5で1弦、あ、4弦の1で3弦0、4弦の3で3弦2、別にここでもいいんですけど、まあこっちの方が音的に音だなってことで、で、2弦3弦の3、2弦の1と3弦の2みたいな。こんな感じですね。で次、これが3弦の3235で5、2弦の6と3弦7で2弦だけ8にして、で2弦86の3弦7こうで2弦3弦の8、3弦8 75で4弦7、で B フラットの省略コード、
普通にいけば B フラコード進行は B フラット F D マイナー G マイナー E フラット F B マイ B フラットで、まあ、パワーコードで。感じのやつですけど、これを、オクターブ奏法で、まあオクターブ奏法でいくだけです。まず B フラットが6弦6と4弦の8、これで5弦は鳴らさないということで、5弦は指の腹でミュート、これをこうやって、で F は5弦8と4弦3弦10 D マイナー5弦5 3弦7 G マイナー5弦10の3弦12 E フラット5弦6 3弦8 F 5弦8 3弦10で、また B フラットで、ここで B フラットから、ベース音だけいくと6弦の6いって3へいって5、こういう感じ。こんな感じですね。A メロ。で、B メロがもう普通にカッティングで。Gm、F、D、G、E フラット、F、B フラットで、B フラット、まあ普通にこれはこういうリズムですけど、B フラットの最後のところで B フラット弾いてから、6弦の5を、まあ、クォーターチョークというか、そこまでチョークあのベンドしないんですけど、ちょっとこう気味でこんな感じですね。で、C メロはコードが B フラット F D マイナー G マイナー E フラット F B フラットで、 B フラットのところで指す方、まあこんな感じですね。で、ちょっとだけこういうのが入って、こういうのが入ります。で、こっから、また2番へ行って、2番の頭でこのまたイントロのこのこれが入ります。で、その次にみたいな、これも全部オクターブ奏法で、6弦、ベースだけ言うと5、ベースっていうか、まあ、あの低い方だけ言うと5弦の5で6、1で3でもう一回1に戻る、こういう感じ。で、これで2回目がでいったらB フラットで指す方で、で、こっからが一番難しいと思いますけど、ベース音だけいくと6弦の10、11、10、8、6、5、8、6、これね、オクターブ奏法でやってるんで難しいんですけど、単音だったら簡単だと思います。単音でもできない人はそれでいいと思うんですけど、まあオクターブ奏法でこれもやっていきます。で、次が、6弦の10、11、10、8、6で、5、8、ん？ちゃう。
101186で5356円。でまたこれで最後がでいって、この F メジャー7を押さえて、まず2弦、3弦4弦で2弦3弦で、D の形が3フレットに来たやつ、2弦3弦、2弦の4と3弦の3で、これを1音高くして6と5で、これで終わりです。終わりですじゃなくて、これでまた A メロとかずっといって、最後のソロがこんな感じですね。これが、3弦の335、2弦の3364で、2弦の343ハンマリングプリングで1弦3で、1弦の335、653で、2弦の6から4へプリング、4から3へプリングで、2弦3弦の3、これを2回で、2弦の6と3弦の5で、次が2弦66、1弦6、55、1弦11、10、2弦13、11、11、13、11で、1弦2弦の11、13で、またイントロで、このイントロを3回やって、最後にこの2弦3弦4の3フレットを押さえたまんまで、まず2弦の4を押さえて、2弦3弦あたりを鳴らして離してもう1回で、3弦の5と2弦の3かな、で3弦の3、3弦の3弦が2弦3弦4弦の3こういうメロディーラインになるという感じで。